すごいすごい、あ、サブスクにちゃんと戻りましょう、うん、はい、あ、サブスクじゃねえな、これちゃんと戻りましょう。沖縄ティーズパパヤさん旦那氏が私の部屋にもスマートスピーカー置いて Amazon ミュージックで何でも聴けるようにしてくれたおかげで作業用 BGM に困らなくなった。すごいね、すごいね、すごい、ちゃんとちゃんとやってる旦那さん、すげえ。僕はもうサブスク鬼ですから。本当ですか？はい。どんなのがやってるんですか？まずさっき言った Amazon プライム、はいはいはい、やってるじゃないですか。でもう一つがダゾン。あ、ダゾン、はいはい、あとスポーツ見るやつ、スポーツ見るやつ、サッカー見るやつ、サッカー見るやつ。なるほどなるほど、はい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 、もう土日月曜日あたりまではもうずっとサッカー見てます。なるほどね、はい、その時間を何か活動にやればね、彼女もすぐできると思う。この2つです。いや、あれ思ったよりないなと思って。予想通りの展開ありがとうございます。もうちょいあった気がしたけど、2つだね。でも僕もだからさっき言った Amazon プライムと Apple ミュージック入れたぐらいしか。 Apple ミュージックもだ、ね、3つだね、はいはいはい、うんうんうん、すごい。じゃあ結構いろんなやってるでしょ。なっちゃんは、なっちゃんは、え、私はアマプラと、アマプラって言って今アマプラって言うんだ、何でも略したら、何でも略した方がいいんだよ日本人は。アマプラなんだ、マジで。平成生まれは若者は特に若者、吉良、吉良言われたことない。やばい、たまなつか、たまなつ、たまなつフジテレビから聞こえるやつやし、たまなつ一緒にしないでください。でも天達さんすごいですか、ね、なんで天達を今フォローしたのかが分からない。たまなつをフォローして。で、で、なんですか、なんですか、アマプラと、家族でネットフリ見てます、うん、ああ、ネットフリックスとさ、はい、アマプラは違うの？違う、ラインナップ、ね、ラインナップ違うんですよ。ちょっとほらオリジナルのやつとかもいっぱいあるらしいので、うん、どっちが、あ、どっちも、あ、はいはいはい、なのでそれの好みというか内容で選ぶみたいです、うん、はい、僕もなんか言われてなんかはーってなったことがあって、マジか、なんか乗り換えたよとか、うん、そんな話も聞いたりとかしますね、はい、そっか、はい、全裸監督見たかったらネットフリックス撮らんとみたいな、あーはい、あーっつって別に見たくないしな。どうしよう、そんなそんなくらいですかね。あ、でも僕の友達が面白いことやってて、居酒屋さんなんですけど、居酒屋さん、はいはい、居酒屋さんサブスク始めたんですよ。あれ今休業じゃないですか、はいはいはい、なので始めたのがお弁当のサブスクです。はい、いくらでどんなメニュー、毎月5000税込み5500円をお支払いすると、うん、毎日お弁当がもらえる。あ、まあ、取りに行かないといけないですけどね。うーん、でもだから居酒屋さんの美味しいお弁当なので、はいはいはい、多分10回ぐらい食べれば全然元取れると思うんですよ。そうね、1回500円としたらね、はいはい、元取れると思うんですよ。10回で全然、なんかすごいなと思って、新しい試みだなと思って、うん、面白い。15日、月の半分食べれば全然、もう全然余裕で上回りますね。余裕で得してるじゃないですか。あ、いいな、まあ、お仕事がね近くでとか、はいはいはい、よく行けるような場所の人だったらとってもお得だなと思って。あ、いいですね、そんなのもあるみたいで、なんかそのお店は、テイクアウトアプリも独自のやつを出してて、それで面白いのが、はいはい、あのビュッフェ、なんかオンラインビュッフェっつって、うん、自分で好きなおかず選んで、はい、お弁当作ってもらえるみたいです。え、そのサブスクで、さ、サブスクとは別でこのオンラインの普通に単品注文なんですけど、テイクアウトアプリで注文できるみたいです。いいね、面白いと思って、うん、すごい。でなんか今日いろいろ調べてみたんですよ、サブスクどんなのがあるんだろうって。はい、さすが。そしたら、うん、あのラーメン屋さんのサブスクとか、はいはい、すごいな、一度流行ってるみたいで。わかるわ、なんかテレビでやってたよ前、ラーメンサブスクですよ。なんかお店とかがやってて、要は月々例えば2980円とか3000円とか、うん、まあ、もっと値段を払って、うん、この毎日食べ放題とか、あ、なんかいろいろあるみたいです。どうすか、ラーメンサブスクやります？でもあったらそれを考えたんですけど、うん、毎日食うか、わかる、俺もやらない、食えないじゃないですか、うん、ラーメンはちょっとね。例えばですよ、カレーだったらやるかもわからんな、人気のお店がやってるラーメンサブスクが、うん、ね、月々6800円だそうです。結構高いですね。高いね。6800円で、なんだっけ、この量ラーメンが毎日1ヶ月食べていい、うん、3種類の中から選んで食べていい。でもこれよりもいいなと思ったのが、うん、あのトッピングのサブスクがあって、そのお店、はいはいはい、月額300円なんですよ。おただ300円、うん、なんですけど、毎日無料でつけられるって、うん、トッピング
8種類のこれ何6000円のサブスクやらないといけないの？あ、その辺の細かいのはちょっと載ってないんですけど、ちょっとやらないといけないんじゃないかもしれないです ね。でも300円で毎月300円ですよ。ただのだって1回2回1個2個取ったら300円くらいいくでしょ。余裕でいく、トッピングね、うん、それがつけたら毎日つけていいって最高じゃないですか。だからこれ多分その前のプラスアルファだと思うんですよ。それだったらちょっと厳しいかな。そんな感じのラーメン屋さんのサブスクがあったり、で、あとなんかスーツもあるで。スーツもあるんですか、うん、えあるんですか。あるあるある。内地だはずだけど、これはでも借りるってことですよね。そう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 。あ、でも5000円ぐらいだったはずよ。お安いんじゃん。1万かも。なんだろう、就活とかそういうのにいいかもしれないですね。もともと持ってない人がこの期間だけめっちゃスーツ着たいとか、とかね、毎日、うんうん、俺とか毎日本当は着たいので、はいはいはい、そういうのはいいかもしれない、うんうんうん、なんか調べたら、うん、トヨタとかもサブスク出してて、へー、車で、車って普通に今までカーリースとかあるじゃないですか、うんうんうん、だから何が違うんだろうと思ったんですけど、うん、ちょっと見てみると、うん、要は今までのカーリースとかって結局車の代金を、うん、はいはい、月々定額にしてどうのこうのじゃないですか、はい、じゃなくてこれサブスクって歌ってるんで、この任意保険料だったり、うん、メンテナンス代だったり、うん、で修理故障した時の修理代だったり、うん、でこんなのも全部込みでサブスクらしいです、うん、この月々定額。これいくらなんですか？2万とか。だから普通に結局買うぐらいのじゃないかなんですよ。まあね、ローン組んだらそれぐらいだもんね。で一応乗り換えもできますってあるんですけど、うん、なんか結局3年プラン5年プランとかあって、うん、3年しないと乗り換えできないの？あ、一応途中で1回乗り換えても OK みたいな。あ、でもよく見たらボーナス払いとかもあって、あれ？あ、なんかローンやし高いんじゃんみたいな、うん、そんなサブスクも。車はね、なかなかサブスク難しいかもしれないですね。まあまあ、僕的にはこの車好きとしては所有したいので、うん、自分のものにして自分で触りたいというか大事にしたいので、だからこういったカーリースとかなやつはちょっとなんか気持ち的に嫌っすね。この要は自分のものに結局ならないじゃないですか、お金払ってもっていうのはありますね、はいはい、でもこんなのもでもサブスクで今できるんだっていうのがちょっとびっくりしました、うん、はい、そんなのもあるみたいです。なるほど、うん、サブスクってなんか調べたらいっぱいあるみたいですよ、なんか変なのばっかり出てきたんですけど例えば変なの。いや、その男の人が好きなやつを月額で見れるやつとか。おお、そういうのもあるんだ。あるみたいです。ええー、時代だな。はい、ええー、時代ですよ。いくらですか？あ、金額はちょっと確認しなかった。今日一番、今日一番くっついてきてる。なっちゃんごめん、もうコメント読める？あ、いいですか？俺もう読めないわ老眼がひどい、老眼もう、うん、切りがいいとこでいいよ、なんか読みやすいとこで。カブボーイさん行く？カブボーイさん、 MJ さん行く？ MJ さん、サブスク何一つ利用していないです。最初聞いた時、北島三郎円安くの略かと思ったって聞いてません。あ、うまいね、サブスクね。今日一番面白い、今日一番面白い大喜利です。うまいうまい。沖縄 T シャツパパヤさん、ブランドカバンのサブスクとかもある。へー、あ、なんかでも聞いたことある。すごい。あ、ネットで選んで使う日に送られてくるって。へー、で使ったらまた送り返すみたいな。いいね、うん、靴とか欲しいな。あ、多分あると思います、あると思います、ね、うんうんうん、なんかスーツ1セットで靴もつけてほしい。すいません、全然サブスクと関係ないコメントありがとうございます。 MJ さん、そうですよ、うん、MJ さん、今日はマッドドッグクラブの T シャツでございます。あそこに反応してくれる人初めて見た。なかなかさんは、なかなかさん、ネット古本屋のネットオフのサブスク、年間5800円払うと買うと1100円の古本が月に15冊まで無料。110円ね、110円。あ、ごめんなさい、110円のマックスだと1650円 ×12 ヶ月イコール1万9800円が5800円に、漫画でも小説でも何でもいいので昔の漫画とか昔の小説でいい人は使えるかも。あ、これいいな、魅力的だね、うん、あ、なんか今日僕この会社の他のメンバーとかとサブスクのお話聞いてみたら、はい、なんかその彼は漫画とか好きなんですけど、はいはいはい、書籍を買ってやっぱ手元に置きたい人なんですけど、うんうん、最近はやっぱりこのなんていう電子書籍しか出てないとか、うん、ダウンロードしかないとか、はい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 、そんなのも結構あるらしくて、で今漫画読むサブスクもあるじゃないですか、うん、ありますね、月額払って漫画読み放題みたいな、うん、はいはいはい、だからそこにしかないやつとかもなんかあるらしくて、うん、だから本で手に入らないって困ってました彼は。
本が欲しいのに、要は物が欲しくて物をこうやって見たいのに、はい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 、ネット上でしかないのもあるんですよつって。へー、すごいね。ちょっとこの本のサブスクはいいな、漫画とか本、うんうん、いいな。すごい。あ、レトロゲームのサブスク、レトロゲーム、ゲームのサブスクあったらいいかもね。うん、なんか任天堂スイッチとかだとできますけど、ね、サブスクっぽいやつ、サブスク、まあまあ、あの任天堂オンラインっていうなんかこの任天堂のサービスを提供してるやつに、はいはいはい、入らないとこの、うん、あのダウンロードとかなんかこのいろんなあれがあんまりできないんですよ。なんて説明してるの、いろんなあれが、このインターネットが提供するこのインターネットのサービスの会員になっておけば、はい、それでこの、インターネット環境を使うゲームとかが、うん、使えなかったりするんですよ。であと友達と対戦とかインターネットで、はいはいはい、そのためのやつがあるんですけど、うん、でもそれに入るとその特典として任天堂スイッチ上でファミコンとかスーパーファミコンのゲームが何十種類も遊べるんですよ。いいね。っていうのはありますね。お、はいはいはい、うちも入れてよかったんですけど、はい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 、僕あの普通にミニファミコンとか持ってるのに、はい、任天堂スイッチでその会員に入ったらいっぱいスイッチ前やってるんですか。じゃあドラクエあんまりやってないっす。あ、ギーちゃん見よう。だ持ってきても俺が先にやって教えるよ。うちの子がめっちゃやってます。あ、そっか。うちの子がめっちゃやってます。俺は時間作れてないだけです。なかなかね、大人だったらがっつりできないよね。そうなんですよ。そうなんですね、はい、不思議だ。本当にうちの子があの俺あのこの間言ったみたいに、うん、父誕生日だから今日早く帰ってきたら1時間させてあげるよみたいなそんなレベルで見られてるのでもう手のひらのところ誰のゲームと思ってるんですかソフトは俺のじゃつみんなやってる、みんなやってる人でもなんか初めてこんな RPG を買ってきたのに、うちの子たちみんなやってます今。ドラクエ、ドラクエ、もう5歳の子なんてお前意味分かってんのかと思うんですけど。だからねすごいな、5歳ですごいですね、うん、やってますよ。サブスク、どんなサブスクが欲しいですか。どんなサブスク、うん、こんなサブスクあったらいいな。ガソリン代ですかね。ああ欲しいかって今言われたから言ったんですよ、うん、何そのそれそんなのあるんだみたいな顔。じゃあ意外だなと思ってガソリン代、まあまあまあ、はい、車はめっちゃ乗るので、あんなにいっぱいいろいろ行くんだ。ガソリンもめっちゃ入れるので、うん、普通にガソリン代とかオイル交換代とかがサブスクになったらめっちゃ嬉しいなと思いますけどね。はいはい、いいですね、いいですね。経済上無理なんでしょうかね、きっとね。無理じゃない、相場もね変わるしね、うん、今思いましたマジで。はい、なっちゃんは。私も、まあ、ガソリンのやつは欲しいなって思ったところで、はい、引っ張られちゃったさあさあちょっとこんなところで曲もいきましょう、はい、曲大丈夫ですか、うん、はい、本日の曲はザ・イエローモンキーでパールです。高谷さん、そうなんですよ。3のリメイク買いたいんですよね。3リメイク出てんの？いや、何回も今までリメイクされてるんですけど、うん、今回またさらに新しい技術でリメイクされるんです。やってみて。それはちょっと楽しみですね。なっちゃん、MJ さんのコメントどう思う？彼女のサブスクね。レンタル彼女っていうのはあるんですか、MJ さん。ノータッチでお願いします。ノータッチで。レンタル彼女っていうのも意味わからないよね。でも需要あるみたいです。あれ見え張るために。そうです。とか田舎から出てくるお父さんお母さんを安心させるために。俺ちゃんと彼女いるよとか。ああ、なるほど。その日だけ、その日だけ。とかあるみたいです。大変だな。なんか。ね、見え張りだね。披露宴とかの友人のレンタルとかもある。ああ、要は何ですか、友達いないからとか、盛り上げとか、なんていうんだっけ、映画とか友達、レンタルフレンド、違う違う違う、映画とかでこの、さまた大勢の人たちは何ていうんですか、エキストラ、エキストラだ、エキストラさんみたいに、うん、でも役割を持ってやってくれる、友達のふりをしてくれる。いいわ、俺いなかったらいないって言うよ、ちゃんと内地でね、内地で。あ
縄にはさすがにないですけどね。沖縄では多分需要がないよ。ないよね、多分レンタル彼女とかもない気がするな。床屋さんがレンタル彼女借りてスマホの使い方を教えてもらったおじいちゃんの話が好きって。そんなのがあるんだ。すごい可愛いおじいちゃんです孫借りたんだよ長原さん、僕もドラクエ史上最高傑作は3です。俺も、はい、これ異論がない、ね、絶対3ですよ。本当に夢も何もかもやったけどめっちゃ面白かった。面白い、あれはいいね。あの世界観は素晴らしいよ ね。最後にまたロト伝説に繋がっていく展開とかね、最高ですよねレンタル彼女話山内さん、どうですか。レンタル彼女話、俺も最近さ、これ言っていいかな、あのなんか紹介してくれるみたいな話が俺聞いてないやつね、あるんだけど、なんかなんか乗らないんですよね。なんだろうね、欲しいって言ってる割に本当に欲しいのかって自問自答しないといけない。まあ、その人の何でしょう、連れてきそうな感じのあれもあるんじゃないですかあ、いや一応ね、なんかわかんないけど、うん、まだ一応ちゃんとした人、ちゃんとした人もうめんどくせえと思ってるんでしょなんかそういう紹介っていうのがめんどくさいのかもしれないね。なんかそれはわからんね、うん、でもきっかけはきっかけなんで、出会ってしまえば。ただほら、やっぱ中身がわからないじゃないですか、一回会っただけじゃ、ね、それはまあね、でも意気投合するかもしれないし、はいさあ、どこかの領事館をお送りしております。あのあれですよ、あのガヤはマイク消してからやった方がいいですよえ、どういうことですか。すいませんとか言うからごめんなさい。あ、いや大丈夫でしたよ、何のあれもなかったけどねまあまあまあ、まあ、さあさあ、ここでちょっとまた僕が気になるニュースをちょっとだけ言いたいと思います。珍しい。いや、ニュースというよりね、はい、話題というかね、うん、やっぱね、宇宙の話は大好きなのでね、ちょっと気になるニュースが最近やってたじゃないですか。見ました？見てない。見てないですか？うん。じゃあちょっとだけいきますよ。はい。スペース X 初の民間人宇宙旅行、無事地球に帰還。見た。イーロン・マスク CEO を率いる米宇宙企業スペース X が9月15日に打ち上げた民間人だけが乗船するクルードラゴンは3日間地球を周回した後、18日午後7時6分米フロリダ州ケネディ宇宙センター沖に無事着水した。すごくないですか。すごい。民間人だけですよ、うん、要はパイロットいないんですよ。これ新聞で見たな。なんで3日も宇宙にいられるの。この間行った話したほら、なんだっけ、2時間ぐらい飛んでいって何分間だけ待機、はい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 、はい、降りてくるとは訳が違うんですよ。3日間地球の周りぐるぐる回ってる。へえ、すごくないですか。すごい。しかも4名で、男女4名で、しかも宇宙服もなんかすごい、あの写真とかで見ると、はい、身軽な感じの、全然あんなゴテゴテしてない、ちょっとかっこいい、あ、いいなやつで、はい、なんか行ってみたいですね。なんかこれすごいなと思って、うん、やっぱ死ぬ前に1回はちょっと宇宙は見てみたいね。でこれでね、あの大気圏突入して帰ってきてるじゃないですか、はいはいはい、これが結局写真とかで見ると、うん、あの昔のアポロぐらいの感じなんですよ。要は先っちょだけ、この人が乗ってる部分だけ最後切り離して、ボコーンっつってね、でそれがもうゴーって燃えながら落ちてきて、はいはいはい、パラシュート開いて海に落ちたみたいな、そんな感じなんですけど、うん、その時も大気圏突入時外の温度が1900度まで上がるんですわ。なんだけど中の人たちは空調が効いてて快適に帰ってきた。え、マジ？
なんか昔のさ、昔のやつだと多分違うと思いますよ。イメージが全然違うね。アポロのやつとか映画とかで見たらもう死にハンジャーして帰ってくる。死にハンジャーするよ。今回のはそんな感じだった。だって一番大気圏がさやばいんだから。そうそうそうです。入ってくるとき、帰ってくるときね、帰ってくる燃え尽きちゃうかもしれない。そうそうそう、角度が 0.5 度とか違うって。そう危険だわけ、はい、でこの今回この方たち、このなんか、うん、小児がんを患ってる方とか、そういう子どもの病気のケアとかに関係する方たちを、うん、なんかそのお金持ちの実業家の方が権利を4人分買って、はい、その他の人たち乗せて一緒に飛んでいってるんですよ。で宇宙でちょっとした自分たちの唾液とか血液の検査とか超音波検査とか一応まあ実験的なことをやりながら、で向こうでこの実際に小児病棟とか病院とかとビデオチャット、どうやって宇宙の外とつなぐのか分からんすけど、実際つないで窓から見える地球とかを見せたりとかして子供たちに夢を持ってもらおうっていうことを実際やってるんですよ。どんなやるのかね。ネット環境でしょ。そうなんですよ。不思議ですよ。不思議。めっちゃすごいなと思って。 Wi-Fi 飛ぶのかな。ね、確かに2時間前の俺と同じこと言って、まあ、きっと宇宙船からね GPS 電波みたいなのをガッサー飛ばしてるんだと思うんですけど。そっか、地球に向かって。でもあっちをどうやって拾うんだっていう話ですもんね。だから相互通信しないといけないから。そう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 。でその時の話でちょっと受けたのが、うん、軌道上を飛行中は地上のがん患者との動画チャットや、うん、俳優のトム・クルーズとのチャットが行われた。なんでトム・クルーズ出てくるわ。いやいいじゃないですか。さすがトム・クルーズ、正義の味方ですか。でしかもこのスペース X っていう会社はですね、うん、今後も民間人の宇宙旅行をサポートしていくとしていまして、来年には ISS っていわれる国際宇宙ステーションへの宇宙旅行が計画されている。この何 ISS には泊まれるんですかね。泊まります泊まります。今、いや何十日も何百日も人いるじゃないですか ISS は。この要は日本とか、ロシアとかアメリカとかいろんな国が共同で使ってる。これ宇宙兄弟に出る ISS と同じだと。同じでいい。宇宙ステーションです。ずっと地球の周回をずっとぐるぐる回ってるやつ。はい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 、はい、今いる ISS の船長は日本人ですよ、うん、はい、何さん名前忘れた。男の人です。名前忘れちゃった、ごめんなさい。はい、そこに行くってすごくないですか。そこだってね、すごい訓練した勉強した宇宙飛行士さんが行って実験するところですよ。だってドッキングとかするわけでしょ、うん、あこれなんだろうピーってかガシャーとかだどうするのって話です。だからね、民間人連れてって。だからね、でもそうやる人いないんじゃない。さすがに。まあね、そんなバカなやつは連れていかないと思う。ねえ、ビール一本だけ隠して持ってきたぜみたいなやつが。あ、酒飲んだらダメなのかな。絶対ダメでしょ。なんで。なんかしちゃうじゃん。あ、そっか。絶対ダメに決まってるよ、そんなの。酒飲むの絶対酒飲んだら楽しいだろうけどね、うん、でもその、宇宙行った時の映像で、うん、本当にこんな大きい窓に、はい、宇宙外が見えてて、地球とかスターウォーズじゃん。空が見え、空っていうか星が見えてて、みんななんか自撮カメラ自撮りとかしてました。へえ、どういうこと。、ね、スターウォーズだ、いいな。すごい時代になりましたね、うん。ちなみに今回のお値段ちょっと分からなかったんですけど、はい、この宇宙ステーション、さっき言った国際宇宙ステーションまで行って帰ってくるのはだいたい1人60億ぐらいだし、60億。俺何千万の単位かなと思ったら、だから今回は60億ってよ。 ISS は行ってないですけど、地球を3日間ずっと宇宙を飛んで帰ってきてるので、うん、それの4人分を1人の人が払ってるので、うん、いくらよ。奥行ってはいるはず、ね、余裕でしょうね、うん、しかもその方38歳なんですよ。あはーしゃべよ、なんか映画みたいだな本当に。俺もっと頑張ろう、うん、そうだね、はい、そんな感じの頑張ろうニュースでございました。金稼ごうぜ。パパ屋さんか、サブスク始めて金稼ごうぜ。さあ、いろんなコメント来てます、はい。あ、いいんですか。いいよ、いいでしょ。あ、沖縄 T シャツバッパヤーさん、FM ギノマン宇宙部クラウドファンディングプロジェクトやっちゃうって。億稼げるかな。やってみるか。目標5000億とかにしかわけわからない。したらね、あの5000億出してくれた人と一緒に行くけどね、一、うん、人。クラウドファンディングっていろんな人から集めるんじゃないの。そっか、特典がわからんな。特典。クラウドファンディングの、 あの宇宙からラジオ放送できます。あ、いいですね。
できるか分からんさ。だからできるって言っとくんですよ。あ、なるほど。それを実現するためのお金がクラウドファンディング。そっか、電話はできるからね。電話もしたらラジオ乗っけられるはずね。乗っける乗っける。うん、オッケー。じゃあなんならそのね、スペース X に行く人にね、何千万か払ってからこの機械持ってってか、ちょっとあっちで通信してくれみたいな。はいはいはい。それで集まるかな。あ、 MJ さん出せるみたいですよ。 MJ さん、 MJ さん出せないよ。ガリガリだもん。 MJ さん4000億までは出せるけどなーっつってます。MJ さんガリガリだから出せない。やば、やばいな。以上です。はい、はいはい、はい、ありがとうございました。はあ、サブスクでお送りしてまいりました。どこかの領事館、皆さんはどうでしたでしょうか。なんかどっかホテルの泊まり放題とかいいね。ああ、そのバイキングも込みで、バイキングビュッフェ。今あそっから仕事通うね。そしたら無理してでもそっから仕事通う。そうそうそう。最高じゃない。めっちゃいいと思う。ね。めっちゃいいと思う。なんか全国系列でさ、どこでもいいよみたいな。あ、いいんじゃないですか。例えばアパホテルだったらアパホテル、どこの全国のアパホテルも泊まれるよみたいな。泊まれるよみたいな。あ、それなんか超いいっすね。月々憧れ。3000円ぐらいでね。絶対そんなわけねえ。ただほら飛行機代は自分で出さんといけんからさ。まあそうですよね。それぐらいが妥当じゃないですか。そうですね。アパホテルだし。まあ飛行機代はまたピーチとかで行けば安いし。ピーチのサブスクもさっき来てたんですよ、ね。あ、そうですね。なんかね。はい。さあ、ティセスパパヤさんから今日も指名が来てますよ。深夜枠だからだけど、ラジオもある意味サブスクですね。素晴らしい。素晴らしい。いつもまとめもありがとうございます。ありがとうございます。おんぶに抱っこで頑張っていきたいと思います。はい。さあ。さあ本日も1時間あっという間に楽しくお送りしてまいりました。どこかの領事館、本日もコメントで参加してくれた皆さんも、聞いてくれた皆さんも、見てくれた皆さんも本当にありがとうございました。はいよ。さあまた来週も面白おかしいお話をみんなでおしゃべりして楽しんでいきたいと思います。はい。知識はいりません。ノリだけでついてきてください。はい。さあ本日も1時間最後までお付き合いありがとうございました。また来週。さよなら。さよなら。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。MJ さん、山内さんもいるよ。皆さんありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。りょうちんもいるよ。りょうちんが何かの主役ですね。りょうちんもいるよ。これしか映ってないはずなのに。お疲れ様です。あ、今日リカ